ワドツー頭ぶつけたわ。音聞こえる？音聞こえる？はい、こんばんは。メガホン10個ありがとう。あれ美味しかったですか？思いっきり打ったよ。ガッチリ入ったわ。クモン、クモン、クモン、クモン。はい、こんばんは、ヨヘ。お疲れっす。いや疲れた。新しいって感じ、逆に古い人なんですよ。やめた後もリモートあるし、何の あ、 ありがとうございます。はい、置いてきます。キャスは3枠やってる。はい、どうぞ。多分ハイボール。はい、これこれ。はい、2時間ぐらい話してた。そう、話しちゃってて。そう、光さんの紹介があって。そう、だいぶ昔から仲良くて、2、3時間ぐらい。はい、はい、はい。チャンネル登録しといてください。皆さんお疲れ様でーす。ゲビカルくん、いつか乾杯してもらってちょっと乾杯回ってくるわ。見れるんだけど、今配信してるんですか？今日すみませんでした、今日すみません。めっちゃ寒い。そこ行かないと無理だ。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。レッドさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ボタンさんのジョッキだから、ね、花火ありがとう、ゲビーゲビよかったよ、今日参加してもらって。キャスバーいいでしょ。まったりしよう。帰って動画編集だよ。高画質でかなりいいの撮るだから。あ、そうですね、来月お願いします。来月またやりますから、カル君と。まっつい。俺ね、もらった、これ。まだまだかな。はい、ありがとうございます。呼んだんですよ。本当に嬉しいですね。みんなで楽しくて、はいはいはい、ゲイじゃねえもん。ゲイビーだ、ゲイビーだ。ゲイじゃねえ。ゲイとも分けてゲイっていうのやめません。そうそうそう、言ってない、言ってない。沈下してますよ、沈下しないと。炎上してから、ちょっと時にさらっと言うと。ありがとうございます。じゃあ、今日お疲れ様でした。お疲れ様です。ゲビー。またさお疲れです。おいっす、お疲れっす、ゲビー。おいっす。お疲れ様です。わざわざありがとう。ケビーみんな、あ、うまい。お疲れっす。クマさんは結構いるけど。はい、お疲れ、お疲れ、お疲れ、はい、お疲れ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 、お
人が多すぎて和道さんのカメラだいぶ動かされちゃってた。いや、ぶつかってたね結構ね。そう、でもあのスパーリング自体は綺麗に撮れたから、あの YouTube に動画一人一人のアップするんで楽しみにしててください。今日動き悪かったなこれ。でもだいぶやってたでしょ、結構絞れてたでしょ。減量は成功してるんだよ。皮が余っちゃってるけどね、ちょっとね、急激にやってたから獅子のゾーンみたいになってるけど、だいぶ顔スッキリしてるでしょ。はい、どうもこんにちは。この間名古屋でバンドで行ってた。あ、わかんないな、誰なんだろう。あゆむさんって書いてある。あゆむさんって書いてある。桃太郎さんいる。桃太郎さんいらっしゃい。疲れたわ。いやいや、とんでもないです。動き良くなかったね。でも結構良かったね。誰とやったっけ。みやびさんとカズ軍曹と誰とやった。カズ軍曹3試合やったのかな。あ、シュマジローか。初戦でやったけど、カズ軍曹が強かったね。ジャブが良かった。重いの。カズ軍曹強くなるな、圧倒的に。タンタンお疲れ。ワドツいらっしゃい。全く知らない人こうなる。カズ軍曹ジャブ重かったね。あの技術をちゃんと覚えたら強くなると思う。まあ体力は年齢じゃ、まあなんだかんだ言って30超えてるね。ただのニートのおっさんだからな。きついもんあるよな。だってヒカル君とか体力モンスターだもん。ヒカル君動き良かったね。まだね、疲れてて体調悪いって言ったけど全然良かったよ。オンタイムで見れんかった。帰りに解説枠やろうか。帰ったらサクッと飲んで、あの今日は帰ろうと思ってる。編集やろうと思ってるから、あとで高画質バージョンで打つよ。俺のコメントばっかり取れてるから、いつも通りちゃんと。バッチリ取れてるから、うん、帰り後でやろう。疲れたっていうかね、よく3分3ラウンド動けたよ。捨て頃の時2分1ラウンドでもう全然動けない。ダメだわ、きついよ。ステゴロ出れるかな。どう思う。でも顔変わったね。だいぶスッキリしてきたね。だいぶ痩せてきたよ。自分でもう分かる顔が違う。
うまいなこれ。タコとオクラと山芋の和え物、うまい。ゾウさんはごつ、いらっしゃい。ていうか、ベンゾさんとさ、ドレさんの殴り合いすごかったね、今生で見せたけど、あれ結構迫力あったよ、見応えあったね。あと、クモン竜とヒカル君が結構バチバチにやってて、すごい良かった。いつ来るかな、楽しみ。楽しめた、結構全体的に面白かった、良かった良かった、それが一番だよ。配信者が一番嬉しいのは面白かったよっていう。人数もすごい豪華だったもんね、前回捨て子のメンバーも多かったし、キャスバーから珍しいでしょ。うまっ、面白かった、嬉しいっす。喜んでもらうために体張ってるんで。僕は80ですけど、出るのが76くらいまで来るんですよ。その人は、さらに違う。ちょっと、絞らせてください。絞ってください。お疲れ様です。久々の話どうやって。久々っすね。お疲れ様です。誘ってます。はい。最初コラボしたのここだよ、ツイキャスで。え、ここでしたっけ。ここで。違うでしょ、スパーリングでしょ。はい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 、アイコさんがね。なんかもうちょっと上げれば上からどうぞ。何にもないよ。これ普通に踊りだよ。これフィッシュの箱でどうかしら。これ最近のことだね。柔らかいからこれでいいか、こんな感じ。同じだけど、うん、うん、これでいいか。噂のキャスバーできんの人。あれ、あれ、荒野が来た。その逮捕された人、のこのこ荒野が逮捕された人、一応さ、モンリューと荒野バッティングだね。荒野とクモン竜がバッティングしちゃいましたね。修羅場、荒野来ちゃった。噂をすればよし。まあこのメンツの中ではないだろうけど。大丈夫かな。ドルさんが今中に入って見やる。大丈夫かな。大丈夫っぽいです。いろいろあるんだよ、配信会は。はい、これだと逆光が弱い。なんもない。あ、なんもない。ラスト。
今日動き切れてましたね。え？というか、俺は妻は今日もトレーニング後でこの後来たんですか。今日はさすがになこういう展開を予想してた。さすがにな、鉄人とは。でも1時2つぐらい行ってるんですよね。すごい体力だよな。すごい体力だよ。面白いおじさんだけじゃないよ。俺さんの面白さは病気だからね、半分は。宮部の怖い人が怖いけど、綺麗だけど綺麗だけど怖いけど。ああ、大花火ありがとう。ありがとう。知らない人多いけど、俺は面白いおじさんが強いな。どうやってどうやってあんまそっちを強調する配信関係ない。あー、まあ確かに確かに。アズブンソーの多分めちゃめちゃ痛かったと思う。なんか面白かった。あの、よけてたしね。いや、よけてないスリッピングならすごかった。あ、でも膝飛んできますね、あんまりやる。それを分かってやってんならな、はい、一応ガードはしながら入ってるんですけど。ホイボレヤツさんいらっしゃい。ご無沙汰です。いいんちゃう、はい、今日は遊びだからさ。あ、まあ、みんな楽しくだよ、はい、もう抑えてる、はい、あー、なんかルサルクっていうロシア人のハーフから電話が出てきてました今日。喧嘩っぱやけどね。殴り合いであれでもサバゲー、あの実力なら勝てる。サバゲー、サバゲーやる。サバゲーはルールがあって、めちゃめちゃ面白い。 CQC とかね、そういう概念を入れちゃうと本当の戦場では違うだろうね。それもルール違反だから、やっぱりルールに乗っ取ってやるんだろう。はい、俺がその身体力全振りにすれば、でもそういうルールじゃないからね、はいはいはい、そこは。すげえ面白かったっすよ、サバゲ。ダメだ、酒回るな、やめよう。サバゲやる人全然やりましょう。面白いっすよ。これから強いだから。何だ、下手じゃない。大変だ。山田さんの声聞いてたの。じゃあ俺オフ会で言ってるじゃん。いや歌ひどいよ。ドルさん、ナンハゲとのやつで、知らん。俺の歌だけ300人キープしたんだ。へぇ、知らない、にわかだね。グレープフルーツジュースください。はい。ドルさん出んのかな。意識高い系か。意識高いの、高い系じゃない。意識高いの、健康オタクか。高い。山田くん名前一つ。はい、名前一つ。はい、もう酔っ払っちゃいました、回っちゃいました。よし、地域開拓しよう。今日はヒカル君から声がかかったやろうって。そうだ、ちょっとコモンとやってみたいね。はい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 、やってくれない。何やってんのか、ずっと誰かが呼んだの。こうや、遅刻するのやつだけど、もう空気的に今日は何にもない。まあ何にもない。このメンツで起こさない。宮部がいるから、はい、このメンツで暴れたらアホだよ。いや、速攻落とすでしょ。まあまあ秒で落とす、秒で落とす。違うんだ、俺もそういう気しかなかった。いやいや、あのグレープフルーツジュースでごめんなさい。ネタレなの、ごめんなさい。もうこれも何にもないんだけど。山さん、はーい、さあ、はーい。あ、唐揚げで。さあ、はい。歌舞伎町で一番警察が来るみたいになっちゃった。そうだね、間違いない、間違いない。キャスバいいところだよ、みんな。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ、飲んでるんですか。飲んでる。お酒は飲んでも飲まれたらダメだよ。
と思うよ。あ、フォローありがとう。違うんだ、自分と拾いたいんです。老眼で、はい、自分の端末が起きる。いやでも、コメント流れてないっす。キャスパーは誰でも入れる、入れる入れる。ただあの配信者多いから、あの顔出しはマスクとかでやんないと映っちゃうよ。2人だけじゃないよ、いっぱいいるよ。満席満席。みやびさん、3杯目ひかるくん、くもんりゅうくん、こうや、かずぐんそう、どれさん、てるちゃんぴん、しゅまじろう、新八丁、便所太郎さんで、あとリスナーさんが数人。2人だけじゃないよ。それは面白そうだから。キャスバーオールスターズだね。はい、こんばんは皆さん。あ、メガホンありがとう。ただの豚さん、どうもどうも。アイテムありがとう。今度一緒にキャスバー行きましょう。やだよ、俺お前嫌いだもん。ガチでできる。そんなに怖い。プライベートくらい一人で倒しますよ。おう、マチルダ久しぶり、 LINE ありがとうね、嬉しかったよ。あれでもさ、のんちゃんツイートしてんじゃん、なんかパチンコ行くなら私お金ちょうだいって。俺2000円パチ屋で整理券並んだじゃん、あの後に2000円渡してるのよ、わざわざ家に帰って。その後のんちゃん2万円貸してって言われてパチンコ一緒に打ってんだぜ。フォロー入れてくれよと思ったもん。サメちゃん襲撃の時、機動隊みたいな連中が出動してたらしいよ。ああ、そうだよ、あの僕と思ってくる人がいる、機動隊っていうか、その要は喧嘩用の、拡張喧嘩用の人がいるの。いや、俺らが今日は、あ、まあ僕もサクッと帰りますよ。絶対今日なんか起きそうな気がする。誰か来そうだ、誰か来そうだ、誰か分かんない。やっとしやつけど、めんどくさい。帰るの、もう早くない？飛ばされたの大丈夫ですか？頭打ったよ、あれね、ほんと角だったらね、危なかった。結構強く打って、クラハッときたよ。まあでもあれは事故だから、スポーツだから。あれリンゴが悪いの、カズ軍曹が悪いわけじゃないよ。野鳥バカ、便所の配信脅しやがった。え？やってるよ今、うん、やってるやってるよ。え？セルチャンピオンの結構来てる。何？ヤコラーゲン。事件起こんないよこのメンツで。便所さんいるでしょ、ドルさんいる、みやびくんいるでしょ、カルくんいるでしょ、みやびさんいれば大丈夫だよ。初軍曹強かったね、ジャブが重かった。あれファイトスタイル確立したら高いよ、すっごい重いのジャブが。あ、さすがに子がいいっすよね。あ、強いよ初軍曹、めちゃめちゃ強い。このアングル初めて見た。一番カウンターの角で、こんな感じの席、こっから奥、店全体がこう、俺が今ここなんだけど、ドルさんがここにいて、奥に便所太郎さんと新八丁が緑の左壁にいて、こうブワーッといる感じ。すごい大人数だ。新八丁奥にいるでしょ、便所さん。ここは俺のお気に入り席、カウンターの角席なんで、静かに飲みたいんですよ。キャスバー歌舞伎町立て花、歌舞伎町のど真ん中だよ、いいところだよ、立地最高。行ってみたいけど怖い。でもリスナーさんもすごいいるよ、出入りしてるよ。頭打った衝撃で、あのそうだね、神なんです。善良な心を取り戻す。カズ軍曹は才能あったかもしれないけど、はい、やっぱり特筆すべきは54歳でこの強さ、圧倒的な強さ。アンチ増やしてるそういうことっすよ。いやいや、本当のことだ。いや、まあまあまあ、いやもうちょっと評価あっていいと思うよ、54だから、ジジイなんだからさ。自分で言わないの、内容はちゃんと自己承認欲求強い。おじいさんだから追い先に近いから、おじいさん、自己愛性人格障害おじいさんだ。でも配信者ってみんな自己愛性人格障害だよね、程度のね、問題だよ。
だって誰も言ってくんないのは自分でしかないんだよ。みんな思ってるんだ。話も面白いけど喧嘩も強いんだ、まあ、歌もうまい強そう。だって歌いたがってんだよ。ここで歌うの、ここで歌うの、ね、空気壊れるから。長野歌ったんだって、3時間ライブ、ワンマンライブ、ワンマンショーやったんだ。内容は知らせなくていいんだよね。あ、ありがとうね、マヤさん。めっちゃかっこいいタイプです。ありがとう。ハートありがとう。まあ、そんなアンチだね。アンチじゃない。ハートくれてんだから。ハートくれてんだ。俺結構モテんだぜ。アンチだ。俺結構モテんだぜ。だって、ルサル君もブロック解除したから。じゃあ、正直ね、正直。顔だけで言ったら俺とドルさんどっちよ。そりゃお前の方が好きだかもしれない。だって俺、広末涼子激似って Google で検索したら俺出てくるんだよ。じゃあ頭の良さとか喧嘩の強さとか全部出したらどっちが強い？それは俺でしょ。喧嘩の強さ入れちゃう。そう、女の子は俺なんです。だから守りたくなっちゃう。強い男はモテない。多分ゴレさんとか、まあいい男だったじゃん。もうプレイボーイでしょ。プレイボーイだったと思いますよ。若い時は全然モテなかった。若い時のゴレさんは、まあ今もかっこいいけど、全然モテなかった。俺は若いところだ。ドレさんモテだろうね。興味なかった。アホなことばっかり。ドレさんやっぱいい人なんだけど、クリセットの時は、まあ、弱くなっちゃって。誰すぎる。もしよかったらフォローしてね。死なない。死なない。ありがとう。アドの格好、頭どうかしてんな、アドさんかっこいい。マジで。だから、うちは手帳持ちの病人が集まるわけだから、そう、かき集めてる全国から。よりもね、サイクルの綺麗な顔してるけど、アラブとかもいけるよな、あの色やいたら中東とかでもいけるよね。そうそう、そういう顔だよね。ドバイとかでも人気でそう。おお、ドバイ見に行ってる。あ、MC いらっしゃい。ポケモンマスターだから。フォローありがとう。ハートありがとう。みんなありがとうね。そうそう、ヒゲダンス。赤い寄り目のリスン。やったよね、でもね。顔、スッキリしてきたよね。風船ありがとう、MC。楽しんでて。バタバタしてるけど。おお、花火ありがとう、マリモッチさん。キャスバーってあるよ。キャスバーみんな来てね、歌舞伎町にあるから、キャスバーで検索してください。今日結構いっぱい来てるよ。今日はもうオールスター。ふわっと簡単にオールスターつまんな、お前。どこがオールスターなんだ。ここにいるでしょ、ここに。どこがオールスター要素があるんだろう。クズのオールスター。いや、ちょっと便所っ気ないじゃないの。あとは何だよ。光が、おい、自白で俺のことクズだって言ってんのは。光がいたねえ、光と新八丁と便所ぐらいしかいないよ。いきなりの振りで分かんなかったんだよ。どこがオールスターなんだよ。いや、すげえオールスターな、お前ったら。俺ハーフじゃないよ。誰もそんなこと言ってねえよ。いや、書いてあんだよ、ワードハーフの。書いてあんだよ。エアコメントないよ。バカと違いのハーフだよ。それ正解かもしれない。プラス貧乏人のハーブ。いや、貧乏じゃないよ、貧乏じゃないよ。なんて言ったってモンブラン食ってたからね。ビスコフってな。ここにコンバースって書いてあったからね。今月やばいんだもん。俺もやばい。でも俺の倍稼いでる。いやいや、全然やばい。俺なんかずっとやばいよ。あの博多配信多分中止だもん。あ、まあ、無理、遠征には無理無理無理。それは無理だよ。それはお手配いただいた方、ね、不義理する方が無理なの。かっこいいですね。ありがとうね、ありがとうね。俺のことだよね、俺だよね。なんちゅうだ。フォローしてね、みんな。ドレさん、黒人のハーフみたいな。全然違う。もうちょい身体能力いけたのに。ドレさんはね、なんだろう、俳優みたいな顔してるんだよ、ね、かっこいいんだよ、ね、ドアジア人だからな。ドアジア人。清水圭司は運動事件も大したことないし。これありがとう。もしよかったらフォローして。風船ありがとうね。ケンシロウとラオウのハーフ。北斗神拳伝えるでしょ。こいつかっそ濃いでしょ。朝からそうそうそう、胸焼けすんだこいつの放送見ると。逆流性食堂になりそう。かっこいいよ。濃いよ。濃い顔、濃い顔、濃いよ。濃い顔、びっく
くりするぐらいすごいよ。そうそう、旅をずっとやってて、海外でずっと生活してた。南の奥さんいっぱいしてんな。だからそればっかりじゃん。顔が微妙なライブ。そう、でかいの、まあ、でかいと形いいの。こんばんは、キーちゃん。バカありがとう。天ぷらととんかつと焼肉の朝ごはん、すげえな、豪華だ。あー、一緒にいちゃう、接見禁止でしょ。後から来た方が間違ってる、それは分かってる、分かってるんだけど、まあまあ、まあ、これは、この時は後からした方がアウトで、山田くん、生一個、すげえ、すげえ、どうぞ、女の子来たらこれだよ。これどうなってるかわかんないけど、ちょっとこっちの方に、はい、そっち置いておいてください。ここ置いておきます。ドレさんいるよ。ドレさんが女の子にケツをかけに行ったよ。あ、いや、いいですよ。大丈夫かよ。カル君モテるね。ドレさんどっか行っちゃったよ。女の子を撮ってんの。大丈夫かよ。はい、こんばんは。楽しんでて。このね、あの家に帰ったら、あの高画質で撮ってあるから、スパーリングめちゃめちゃ迫力ある動画あげるから。俺結構初期から来てたんだよ、実は。最近ちょっとあの俺がお酒飲まなくなったから来なくなっただけで。ドレさんはなんか可愛い女の子のところにすり寄りに行ったね。本当にナンパしだよな。すげえと思った。女の子入ってきた瞬間に飛びついたかんね。あー、まあ酒入ったらね、全員ヤバいイベントさ。バカ10個ありがとう。ハローちゃんの映してる場合はキャスさんの配信機があるよ。ね、モニターがちょうど俺の奥なんだけど、モニターが2つにテレビ用みたいなでっかいカメラがあって、まあここにももう部屋中にモニターはいっぱいあるんだけど、特にメインモニターが2つあって、やっちょでしょ、レンドさんが配信してる。機材はもうガンマイクも揃ってるし完璧で、うん、完璧完璧。まだ10個ありがとう。ドレさん飲まないね。俺も一杯だけ飲んだけど、自宅で今グレープフルーツジュース。アイテムありがとう。そう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 、だからあの緑色になったでしょ、壁が。クロマキー合成っていうのができるの、うん、あ、とんでもない。サスケさん、バカありがとう。いらっしゃいませ。キャスバー一般のお客さん 1,2,3,4,5,6 7人いるかな今。配信者が10人ぐらいいるけど、ここあれだよ、リスナーさんいっぱい来るよ。今も3人に4人来たかな。今も4人新規入った。こっからだもん、歌舞伎町の時間は。こっからがメインだから、朝までが。歌舞伎はね、逆に言ったらね、夕方から10時とか人入んない。エンジンかかってない。眠たい。もしよかったら YouTube の方見てよ。今日動画アップロードするからさ。唐揚げ食べたら帰るよ俺も。頭が痛かったよ。あれ角だったら本当死んでたよ。本当に思いっきりいったもん。思いっきりぶつけた。超痛かったな。ここで入ってないの。配信山田さん、はい、あと機材のことでお手すきの時教えてください。もちろんもちろん、はい、
最近和藤さんの YouTube よく見てる。のんちゃんの率高いからなんか嬉しい。こんばんは、サキンと楽しんでんで。ギャルいっぱいいるからな。髪オレンジ色、いや赤に染めてたんだけどもう色落ちてきてオレンジになっちゃったよね、うん、染め直さないとね。こっちは黒の短髪なんだけど、こっちは黒の短髪でアシンメトリーなの。ここは2ブロックになってんだけどね。悪くない。いや赤に染めないとね、やっぱりテーマカラーだから。フォローありがとう。メガホンありがとう。綺麗な色。いやもうね抜けちゃってるだけだよ。金髪と赤が混ざってる。初見ありがとうございます。もし面白かったらフォローしていてください。和藤です。YouTube 見てきたけどマスク作ってる。かっこよかったでしょ。サバゲッチョーも面白かったよ。最高だったよ MC。 最高だった。また今月もう一回行こうと思ってるけどね、サメジャパさんのところ。フォローありがとう。サバゲ面白いよ。今日は原作作るのかな。俺はもう帰るよ、ご飯食べたら。そこに川があるから飛び込んで23歩ました。そうですよね、見ました見ました。フォローしてくれた、ありがとうございます。そこに川があるから空いてるから空いてるっていうのが、そうですね、だから足が全部立ってた。おやすみなさい。こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。和藤です、よろしくお願いします。はい、もこさんいらっしゃい、こんにちは、楽しんでってね。あれ何で止めてる？あ、いやまだ粘土で作ってるだけだから、まだまだだよ。3割ぐらい原型作ってるだけだから、フォロー大歓迎ですよ、よろしくお願いします。お子さん風船ありがとう。俺は女性全然声かけない。もともとナンパみたいなことしたことない、生まれたから。愛妻家だから反省、楽しみにしてる。メガホンありがとうございます。アイテムありがとう。フォローしてるもんね、キーちゃんね。苦手ガヤガヤしてるの。ちょっと唐揚げ頼んだから唐揚げ食べて帰ろ。安田ダイエットしてて顎周りすごいしてる。今減量中なの、すごろに向けて。
やったでしょ。体がね、いや今日寝起きだったから体調悪かったね。動きは良くなかった。もうあの宮城さんでやった時にダメだと思った。初っ端な動き悪かったね。カズさんすぐ帰っちゃうんですか。うん、唐揚げ頼んだからそれ食べたら帰る。そうなんですか、うん、今日朝まで。お母さんじゃないですか、ここ。まあ明日一日ゆっくりして。あ、でもお母さんフットサル出る。フットサル出る。あ、それちょっと体調万全。そうだね。まあ明日夕方からホテルチャンピオンと先にそのフットサル場行って下見してくるみたいな。あ、本当に。配信機材置くのに、なんかそのコンセントがどこに刺さるかって分かんないらしいんで。はい、ドルさんお疲れです。フットサルやってんすか。明後日がフットサルの企画なんですよ。それも参加するんですよ。どこ前になってるよ。カレーうどん、ちょっと待って、カレーうどんの経営なんか違うのあるか。おい、満卓になっちゃった。満卓。カルボナーラ。はい。おお、ハニトロさん、黒猫ありがとう、アイテムありがとう。これまったりが好きだね。いつもカウンターの端っこにひっそりいる。静かに飲むのが好きだから。スバニャン参加する。同じチームだって。チーム分け表見たけど、俺とスバニャン同じチームだった。これまったりが好き。めっちゃ怖いね。やばいね。前なの。中じゃない。やったかったら、ほら。ああ、すごい。あえて前でね。はい、すいません。ここっていうのと、あと、ここからここまで、ジョンブロムのあるじゃん。ジョー君がやってたやつで、ここからここまで先頭見ないで、ちょっと形つけるから。なんかゴレさんの判断みたいですね。レンさん、あっちではゴレさんの、なんで他人が出ないの。みんな見てる人とかゴレさんの判断で、なんか何だ、なんだ、レンジさん、オラオラなんすか。いや、レンジさん、レンジさん、こういうの伸ばしてるの。なんで、そうだ、いや、面白いけど、猫も超怖いとかあるのかな。お尻はマジで苦手でからさ、やれないんだけど。なに、嫌いになっちゃったの。なんか揉めてるね。あー、そうですね。結構リアクション見せるの前だね。大丈夫か。ちょっと仲悪いね、ベンドさん、ドルさん。本気で仲悪いね。大丈夫かな。喧嘩になってねえか。はい、唐揚げ来たら帰ろう。大丈夫だ。問題ない。ごめんね、朝方。でも分かんない。なんか話してた。大丈夫だと思うけど。大丈夫。結構バチバチに殴り合ってた。生で見たけど。すっげえ殴り合ってやっぱ溜まってるもんがあったんじゃない。お互いアンシー来たんですか。打ち上げだけど。フォローありがとう。基本的には面白くて、そのたまにはそういうのがあそこにウィンクしたら虹刺さって見えすぎてもやめてよ。和田さんがウィンクしたら虹刺さる。そうだよ。
すごい。あ、やばい、俺二水したこっち来いよ、飲もうよ。格闘技大好きなんだよ、クモンで。タクシーの中でさ、ずっとさ、自分の動画見ててさ、配信僕って言ったらいないし、ダメなの？え？人生の世界配信しないで。ああ、なるほどなるほど。オッケーオッケー。いいよいいよ。こっち側にしてるから大丈夫。いいよ。格闘技好きなんだ。格闘技。ただ人が殴り合ってなるだけ。シリアルキラーみたいなやつだな。花見ありがとう、お疲れ様。どうでした、ありがとう。なんかそこから来て、まあ、ドレスで負けるじゃないですか、やっぱ強いじゃないですか。すいません、やっぱ悔しくて、負けたく、負けすぎないかな、あの中にいるので、やっぱり強くなるんですけど、大学さ経験さとかってやっぱりねえ、あるのやっぱりすごそうですよ。身長どれくらい？僕とか71くらい、1、2くらい、それと同じくらいだ。体重は60ないっすよ。もっと増量すればしないですけど、もともとだって50、もっと細いです。ガッチガリなんです。あ、これでも結構バンプアップしてんだ。バンプアップとか触ってみたら、体重も全然ねえんだ。もう一桁半分以下です。5倍ぐらいですね。やっぱり5倍かな。この間測った時はドレさんと会った時はどうして話したんです。なんで俺だけ殴っていいの。あ、でもね、今度スパーリングもし機会があったらやろうって言って。今回はたまたま当たらんかった。人数多かったからね。もうだって5ラウンドやりました。5ラウンドもやった。俺3ラウンドだな。みやびさん、シュマジロー、カズグンソーか。カズグンソー、エルチャンピン、みやびさん、ドレさん、ダンヒカル君か。結構やったんだね。結構動きました。え、なに、拳銃好きなの？あのサバ系とか好きよ。まあまあ結構。昔あの中央トレイリビーなんて好きやったんですよ。あ、そうだったの。それで結構買ってましたね。デザートイーグルのあのガスボルバッターって見て、マコモ先生のあれ18以上やった。返してもらえないんだ。もらえなかった。もったいねえな。でも未だに学校の金庫に歩いちゃうから。おー、返してやったらないって言われた。おー、いや、宮城さん強かったよ。あんま声映ったらやらない。オッケー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 、ありがとうね。誰だ、ワード君の中で宮城が下手だったとか言ってきたやつは。もう分かるんだ。コメントが見えちゃう。誰だ、下手れに向かって下手ると言ったのは。聞いてるから。これはもう超えてた。いや、強かったんすよ。ダブ何発かいいの入った。なんか来た。のんちゃんが心配してるし、なんかね、銭湯行くってラインが入ってたね。あ、すいません、所長お願いします。声でさ、声誰もさ、規制かかったもんね。ロンドン見上がるみたいな言われたら、あれ笑ったよね。声で規制かかった。俺は見んなきゃだから笑ったよね。おしゃれですよね。声も全く持ってない。僕はチャンプしか持ってない。朝銭湯やってるやってる。E4 のところもあるけど、俺のね、向かい、家の向かいにね、すごいいい銭湯があって、そこは何時までだ、1時半ぐらいまでやってるんだよね。で、のんちゃん銭湯大好きで、リラックスするとき行ってるんだよ。客観的に見て、どれと弁当太郎さん、どっちかっていうと、あのね、それは格闘技ですごい難しいテーマなんだけど、その、試合が決まって減量をしたりとかトレーニングしたりっていうのがあるわけじゃん。で、ドレさんもベンドさんもそのキャリアが長いわけよ。そのなんつうの、格闘技に取り組んでる時間が。で、俺は短いからわからない、正直。あとルールによるんだ。ほら、ベンド太郎さんも首頸椎やって、実はこっち側の握力ないの。あと足もちょっとダメになってんのね、足と指が。だから総合ルールだったらドルさんの方がね、そう、指が使えるっていうのもでかいだろうし、だからそう、得意不得意があるから、だからそれ分かんないよ。
俺みたいなそのできないやつがその先輩に対して口出す問題じゃないよ。そうそう、弁当さんもね、そうスタミナの問題とかもあるし、スタミナ言ったらドルさんの方が間違いなくあるわけだから、ルールによる、ルール難しいよ。蓋開けてだからやるわけだよ。世界チャンピオン同士だってバンクルワスとかあるわけだから、だからやるわけだから、だから見たいわけだから、そうルール次第だよね、ルール次第だから。俺がね言う問題じゃないと思う。それはリスナーさんが楽しむもんなんだよ。みんながいやーどれの方が強え、弁当の方が強えっつってわー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 リスナー同士でやるのが面白いんだよ。それが醍醐味だよ。配信者同士はどのくらいの距離感が一番いいね。コラボの時感動がある。俺はね、なんだろう、あんまりその積極的にビタビタ金魚の糞みたいなのあんま好きじゃないんだよな。そう呼ばれたら行くけど、俺ね実はね光くんがすごい偉いなと思うのが、光くんね字幕回さないんだよ。コラボの時相手の枠でその盛り上げるっていうのに徹してて、俺光くんのそこかっこいいなと思って見習おうと思ってで、そのあんまりその好かれてるタイプじゃないから自分が、だから求められた時は出るけど、求められてないんで自分から行くとねやっぱり迷惑かかっちゃうから、自分の立ち位置分かってんの。なんか痛えなここ。あーなんかすりむいてんの痛いここ。ヒカルくんはすごいよ、やっぱり大手になる人だなって思った。山本さん、唐揚げって時間かかりそうですか。ちょっと待ってください、はい、もしあれだったら作ってなかったらもう、はい、わかりました、今用意はしてますけど、あ、わかりました、はい、すいません。だからその誰とどっちが強えんだって言われてる方がメーカードなんだよ。もうだって明確にさ、どっちが強いのか分かる相手とやってもしょうがないじゃん。フォローありがとう。どっちが強いのか分かんねえっていうのが面白いと思ってる。のんちゃん銭湯行く。俺が行く時間にはもう終わっちゃってるから、家に帰って YouTube の編集だね今日は。その解説枠をしながら全体のそのなんつうの、今日こんなことがあったよっていうのを動画で流して、で今日見逃した人もいるから、格闘技枠を、俺の枠は高画質のカメラで撮ってるから、でそれで一回見てもらって、でみんなでさ、あーこれやっぱ迫力あるねとか、音がいいから俺のカメラは。おー MC ありがとう、花火ありがとう、アイテムありがとうね、うん、おやすみ、仕事頑張ってね、おやすみ。だから今日は帰ってやることあるから、動画の編集も一試合一試合全員分組まないといけないし、みんな見たいでしょ、楽しみにしてる人多いから、カメラマンみたいになってます。うん、いつもありがとう、ありがとうね MC、 ありがとう、ゆっくり休んで。俺もね2日後にフットサルがあるから、今日明日中にやらないと。見たいでしょ、やっぱり携帯配信だと画質が荒いし、俺の場合だとすごい画質が良くてコマ数も多いの見やすい。なんか弁護さんが柴田と活分層をつなぐって言ってる。言ってないです。
近田さん、今、回しますよ。だから、こっちも一番の後楽園にて、中継しようかなと思ったんですけど、やめて。安田かっこよくなった、本当に。でもまだまだ絞るよ、うん、ベンドさんとの約束は俺守るから、体重落とすよ。コメント、そうそう、コメントで書いてて、で、カズブズソーがアピってる。そう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 。すげーコメントがある。あと何キロ、俺が減量する前が75キロだったの。捨て頃出た時が72キロで、75キロねまで太っちゃったの、リバウンドして。で、今65キロまで落とすっていう、年末まで。では捨て頃の発表会までに65キロまで絞るっていう企画をやってて、ベンドさんからの約束なので、それはそれを守ってアピールして、あの10キロ絞るの大変じゃん、2ヶ月で。10キロ絞ったの出させてくださいよ。多分ね、今ね4キロぐらい落ちてると思うよ。顔全然、もう初めて、ダイエット始めて3週間ぐらいなんだけど、結果が出始めてきたね。もう見るからに安さって言われてる。捨て頃はもう始まってるぞ。なんで逆に言ったら、選手として決まるまでが勝負だから。そう、俺ら配信者にとってはさ、呼ばれるか呼ばれないかが全てなの。呼ばれなかったら何の意味もない。身長は171とか170とか、いや72キロ多すぎるんだよね。走り込みじゃない、食事制限、炭水化物をほとんど取ってない。3週間で炭水化物食べたの3回かな。ゴルさんからお土産もらったサンドイッチと、あと2回ぐらい食べたけど、その外でご飯食べる時があって、その時はお米食べようと思って。でも今もう体が求めてないね。実はね、筋トレそんな重要じゃないんだよね、格闘技って。やってて分かったんだけど、それよりもひたすらジムとひたすら走り込みが一番いいと思う。スタミナ上げるのと技術を上げるのが一番いいと思う。音小さく見えてた。結構ね、配信者でかい人が多いんだよ。結構大きい人が多いから小柄に見える。あと俺小顔だから意外と。食事だけだね。で、今月からジム通うって言ってたんだけど、サバゲーとか、あとフットサルとか、こういうスパーリングとか、実は立つ方のスパーリングも出るんだよ。だからね、ちょっと忙しくて、最後は献血を打つと。いや、そういうのは危ないでしょ、さすがにボクサーじゃねえから。油関係ないね、もう炭水化物が脂肪に変わるから全然関係ない。フォローありがとう、フォローありがとう。いや、もう満卓だから、満卓だからしょうがない。帰ろうか、帰る、帰る、帰ります。どうする、どうする、帰って高画質配信やる、スパーリングの。帰るか。俺は結構疲れてるよ、もうおっさんだもん。32だよ、32だよ、俺32で運動一切やってこなかったおっさんだよ。ちょっと待って、山本さん今集合入ってるから。いや、今作り始めたの今唐揚げの袋持ってったから
一応待つか今急いで読むって言ったら唐揚げの袋ガッと持ってたから厨房に入ったからちょっとかわいそうだから食べて帰ろう。まったりわけで、うちのリスナーさんはね雑談が好きだからねちょっとねガッて持ってったからダッシュして厨房に入ったんだから今まあまあまああんまり揉め事好きじゃないし、山本さんもスタッフだよ。山本さんはバーテンダーも元々だからドリンク全部作ってるよ、回してるよ。今日スタッフ少ないじゃん。今日2人で満卓回してるからもうガッチガチだよ。無理よ。だって何いる ?2、4、6、16人を2人で回してるんだよ。これは無理よ。俺も、おー、ありがとう、なおさん。花火ありがとう。あ、もしよかったら YouTube、チャンネル登録していただければ、下のやつに登録しておくんで、全員の試合載せるんで、もしよかったら見てください。二人で回してる、今日は。山本さん大変今。山本さんがドリンク全部と、な中で厨房を回してるんだろうけど、一人で作れる量じゃないよ、これは。頭、コブには立ってないけど、ちょっと軽く脳震盪起こしたね、ガーンって。で、角だったら死んでた。角張ったところだったら、あの打ち方死んでた。冗談じゃなくて、周りがやべえってなったもん。後ろから思いっきり行ったから、そのバックステップでロープに寄っかかろうと思ったら、ロープゆるゆるで、そのままスコンって転がって落ちて、そのまま後頭部バーンって打っちゃった。コブにはなってないけど、ちょっと危なかった。ノルさんもやばいやばいっつって、寝てろ寝てろっつって。あれは変な頭の打ち方だった。テルが赤い。チンコ。どっちの色が黒いんだって。何やってるんだ。帰るんで。あ、帰ります。もう、はい、僕はもうそろそろ撤収するんで、はい、宮部さん、和道くんの和道さん、こんにちは。何でしたっけ。マサトとマサトとショウエイと、はい、ジミー大西を足してみようって感じね。ジミー大西いらないですよ。どうも、チョコバナナ。これ拡張最近流行ってるんですよ。なんかいろんなところで売ってるんですよ。あ、そうなんだ。拡張なんか小さいのチョコバナナが流行ってるんですよ。どうもどうも。山本さんかわいそうよ、ほんとに。もう上がっちゃうんですか。これは、うん、これはあのチャンピオンと、はい、上がります。了解です。ありがとうございます。あ、もう11-1よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。した勉強になりました。いえ、頼みます頼みます。もうじゃあ皆さん失礼します。チャンピオンお疲れ。松崎しげる。ドレさんとみやびさん色黒だからね。ありがとうございます。あ、すいません。チョコバナナがね、なんか最近流行ってて、いろんなところで売ってんだよ。歌舞伎町で1本200円でなんだかよくわかんないんだよ。何の流行りなんだろう。チョコバナナが売れてるの新しいよ。なんか50周ぐらい回って今チョコバナナ。大丈夫だよ隊長、ちょっと今日よくなかったけどね。チャンピンはどうぞ。俺もね、実はチャンピンでやりたかったんだけど、人数的にまあ無理だなと思って、出番がないだろうなと思って。ドルさん久々通ってるね。ちょっと今日は無理でしょ。だって参加者何人いてる。10人ぐらいでしょ。実質1で、そのアップも含めてさ1時間しかなかったから、まあ、しょうがないよ。え、バナナ食べれないんだ。珍しいね。3品ともまあまあやる機会あるでしょ、いつか。山田さん、すいません、ありがとうございます。でも今のそのインファイト、実はチャンピンの時から改良してるんだよ。お疲れ様です。その、インに踏み込んでくっていう。誰と戦いたいのか。俺はだから捨て頃で指名してるのはニコ生勢とやりたくて、
ちょっとニコ生も絡もうよっていう、ツイキャスとフワッチばっかりだから、ニコ生出身だからさ、なんか川崎陽平くんニコ生でライバルだったから、やっぱり陽平くんとちょっとやりたいかな。川崎陽平に言っといて、和道がやりたがってるぞ。陽平くんの見てる人手挙げで、陽平くんのこと知ってる人、陽平くんが枠開いたら和道が捨て頃でやりたがってるぞと、一緒に盛り上げようって、やっぱリスペクトしてる相手とやりたいから。で、川崎陽平と和道だったら、あ、哲さん見てる？もしよかったら和道が何か言ってるぞって言っといてよ。うん、車こすっちゃったの大丈夫？うん、そうそう、もともとニコ生で3年やってて、フワッチで1年で、今5年目なんだけど、そう、ニコ生もたまにやってるけどね、ヨガテレポートとかしそうやん。まあね、ちょっとね、食事が取れないからね、陽平くんは。ただ運動神経はいいから、陽平くんは。年齢も俺と近いし、運動神経いいし、体力あるから、そんなに悪い試合にならないと思う。勝てそうとか別にないよ、勝てそうとかないよ。でほら、俺には選ぶ権限ないから、むしろ出れるか出れないかわからないわけだから、まあ、強いて言うなら川崎陽平とやりたいよ。あー、まあ非暴力主義者か。確かに言われてみりゃそうだ。確かにやらねえか。確かにグリオさんの言う通りだ。よくよく考えて、非暴力主義者、ガンジーだった、ガンジー。伊豆の生活やめたの？今どこいんの？あー、いえいえ、とんでもないです、ありがとうございます。ちょっと待ってください。はい、唐揚げ来ました。はい、見れない。難しい。ありがとうございます。はい、いただきます。高画質動画了解です。家に帰ったらまず解説枠やって、でその後枠が終わったら編集して、一試合一試合アップロードするんで、 YouTube チャンネル登録しておいてください。今 URL 書いてあるでしょ、あそこの俺のチャンネルに動画全部アップするから、チャンネル登録だけ忘れないで。ドレさんは俺無理でしょ、実力差がありすぎる、体格差がありすぎるから。多分ね、やっていいのは俺辰彦とかだと思うよ。俺にドルさんをボコすっていうのは、多分技術的にまず、なんつうの、笑わせんなって言われちゃう。うまっ。ファンタジスタさんとかね、クロタンは身長高いのかな、ガタイはいいけどね、だから本当に強い人じゃないとダメでしょ。俺ね、金属バットがあっても勝てないと思うよ、多分金属バットがあっても勝てないと思う。ありがとうございます。またお待ちします。ありがとうございました。ぜひまたお待ちしてます。俺は暴力嫌いだから。またお待ちします。ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうね。
はい、光さん、はい、ちっちっ時間見て、携帯どこやったの？あれ？俺今持った。どうなんだろうね。分かんない。ラジオストラクターから俺が見せたいのは誰かが強いとかじゃなくて、俺が個人的にリスナーさんに見せたいテーマっていうのがあって、俺はなんかおっさんでも頑張ったらなんかなるんじゃねえかみたいな、なんかその心の感動みたいなのあるじゃん、なんかちょっと頑張ったらなんか感動できるんじゃねえかみたいなのがテーマだから、誰かをぶっ倒したいとかじゃないんだよ、そのなんか一個技を覚えるとかでもさ、舞台に立てるとか、ちょっと俺も頑張ってみようかなとか、そういうのが欲しい。なんか人生で一回ハイライトみたいなのってあるじゃん、みんなの中にも。だからおっさんでもやれやできるんだっていうのを見せたいの。あ、じゃあちゃんとやってるんだね、キックね。 B 級ライセンスすごいよね。別に俺が誰かを倒すところなんか求めてない、がむしゃらにやってるかどうかを見たいですよ、みんな。どういう風に物事に取り組むかを見たいの。そしてボコボコにされるのが見たいんだよ。そう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 、もしかしたらワンチャンあるかもっていうギリギリのところを見せたい。だ32の運動したことないおっさん勝ったらかっこいいやん、ね、そういうのがやりたいんです。これちょっとね差額があるんですけど、俺らはさ世界チャンピオン目指してるわけでも何でもなくて、生き様さらしてさ恥かいてなんぼの世界に集大さらして生きてんだよ、でしょ。働きもしねえで。その代わりなんか振られた時は全力で答えたい。それが配信者や。やっぱり、炭水化物取れないから、もう鶏肉ですよ。グレープフルーツ飲んじゃったけど。家帰ったら高画質配信するからみんなフォローしといて。パソコンで超高画質の動画撮って YouTube にアップロードする前に解説枠やるから。こんばんは。じゃあ YouTube で高画質30分後かな、歩いて帰るから30分後にこの枠集合で、もしよかったらフォローしてください。あと下に YouTube のチャンネル登録あるんでぜひお願いします。では皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん。もう